米子市出身の水泳の女子板飛び込みの三上紗也可選手は安田千巻コーチと一緒に先ほど米子市役所を訪れました。そして伊木市長から2回連続オリンピックに出場し市民に夢と感動を与えたなどとして三上選手にスポーツ栄光賞が贈られました。自分がまずパリオリンピックの舞台に立たせてもらえること、そして2回も連続で立たせてもらえるっていうことは皆様の応援の力がなかったら達成できなかった目標だと思っています。本当にありがとうございます。パリオリンピックでは予選敗退で終わった三上選手、しかし3日前に行われた日本選手権では3年連続6度目の優勝を果たし、今月14日から佐賀県で開催される国スポにも出場し5連覇に挑みます。今後の抱負については、東京オリンピック、パリオリンピックと経験して自分の中でいろいろその結果を整理してこれからどういうふうに迎えていったらいいのかっていう課題をまた新たに見つけられた試合だったので、ロサンゼルスオリンピックに向けて一歩ずつ、しっかりと、着実に、力を積んでいけたらいいなと思ってます。今日は母校の生徒や市民からの応援メッセージ入りの国旗も三上選手に贈られました。今回の悔しい経験を糧に三上選手は4年後のロスオリンピックを目指します。